松潤さん、島原鉄道ね、あの辺りから音声が全く聞こえなくなっちゃったんですけども、画像で十分楽しめました。ありがとうございます。まあ、ということで今回は、まあ、あの松潤散歩、島原鉄道と島原城を歩くということでございました。長崎についての私のね、初見といたしましては、カステラですかね。あのカステラってのはスペイン語のカスティールから来ているというふうに言われております。お城の中で食べるようなね、高級料理、高級なお菓子、それがカステラだったのかなと思うんですけども、それが初めて日本に、まあ、もたらされたのがやっぱり長崎のね、まあ、お城の中で食べたんでしょうね。これはお城の中で食べてくださいよっていうふうに献上されたものだと思います。それでカステラっていうのが、あ、おそらく日本一の名産、それが長崎なのかなと思いますけども、いかがですかね。文明堂のカステラなんて昔からね、CM がありましたけども、懐かしいなと思います。それからやっぱりね、長崎といえば島原ですかね。島原の乱というのがありました。あのキリシタンを名乗る、そういったね、まあ島原でしたか、なんか忘れましたね。そういえばね、あの私の住んでる町にも島原公園というのがあるんですけども、やっぱりそれに由来するんだと思いますね、キリシタンっていうのに。当時キリスト教っていうのが日本に入ってきて、その後キリスト教を、まあ、背景としたね、思想とか軍事とかそういったものが日本を脅かすというふうに幕府は考えていたんですよ。というのが、まあ、あの南北アメリカでもオーストラリアでもそうなんですけども、最初新しい大陸にヨーロッパ人が入ってきた時に、その宗教を広めていくんですよね。宗教でいいことですよとかね、町の暮らしはこうですよっていうのを広めていって、布教活動をしながら土地のことを知るってことをするんですよ。要するにスパイ活動だったわけなんですよね。でその後でその宗教をバックに、まあ民族差別ですか、あのヨーロッパ人以外は人間ではないから、神様はそういったものを奴隷にすることが許されている、根絶やしにすることが許されているって感じで、アメリカ大陸だけでも1億人、そしてヨーロッパの、あ、やっぱじゃない、オーストラリアのアボリジニを絶滅させたという、そういった歴史があったのを幕府は察知してですね、このまんまキリスト教を日本に入れてしまったら私たちの国も同じようにやられてしまうということで、徹底的なる宗教弾圧、思想弾圧をしたんですよね。いわゆる防衛手段だったわけなんですよ。それがなんかね、現代に至って幕府は神様を迫害したとかね、キリスト教を弾圧したっていう風になってますけども、いやでもあの時のおかげで私たちのアイデンティティっていうのは現在まで受け継がれてるのかなと思うと、やっぱり基本的に日本政府すごいなと思うんですよね。まあ、ちょっと血生臭い話になりましたけども、まあ、いずれにしてもそういった政治的な思惑とは別に、キリスト教を信じてね、キリスト教のために貼り付け獄門にあって、そして最後に、まあ最後まで迎えに来なかった神様を天を仰ぎながら、なぜイエス様と、なぜなんだ神様というふうにね、無念の死を遂げた数々の若きキリシタンのことが忍ばれてならないかなと思いますね。また松潤散歩よろしくお願いします。